で、ちょっと前に言ったと思うんですけど、日本がどうとかっていうのは、ぶっちゃけ超絶どうでもいいんですよ。北朝鮮とかトランプさんにとってみたら。だって知ったこっちゃないもん、他人の国なんて。そもそも、トランプ大統領と安倍首相仲がいいみたいな体でニュース流れてて、それをまともに信じてる人が結構多いみたいなんですけど、日本って鉄鋼の関税かけられてるんですよ、アメリカから。韓国もかけられてないような税金を日本はかけられていたりするんですよ。だから、本当に仲いいんだったら、関税勝手にかけるなって話で、なので、日本のことを意識して、アメリカの利益を失うようなことっていうのは、まずしないんですよ。で、例えば、北朝鮮が ICBM って言われる長距離ミサイルを破棄するっていう条約を結ぶ可能性はあります。要するに長距離ミサイルを持ってると、長距離ミサイルの上に核を乗せて、アメリカに撃てる可能性があるから。ハワイだったり、アラスカだったりに当たっちゃう可能性があると。なので、長距離ミサイルは捨てます。ただ、短距離と中距離は残しますって言った場合、アメリカ的には OK なんですよ。だって、アメリカに当たらない、アメリカにミサイルが当たらない状態にしたっていうのは、トランプ大統領は成果なんですよ、アメリカにとって。で、逆に、去年の夏に、北朝鮮からミサイルを迎撃するために、日本っていうのは迎撃するパトリオットだったりっていう、迎撃ミサイルシステムをアメリカからめちゃくちゃ買わされたんですよ。で、北朝鮮がミサイルと核を失ったら、日本はそれを買う必要なくなっちゃうじゃないですか。で、アメリカは、軍事技術だったり兵器を日本に売りたいんですよ。なので、日本の近くに敵がいた方が、日本は兵器をいっぱい買ってくれるんですよ。なので、アメリカの利益を考えると、日本の敵は日本の近くにいっぱいいた方がいいんですよ。で、アメリカに攻撃できる敵は欲しくないんですよ。アメリカ国民は死にたくないから。でも、日本の周りには敵が多い方がアメリカは得なんですよ。じゃあ、日朝会談の時に、日本に飛んでくるミサイルというのをなくすという選択肢を、アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩が、そんな条約を結ぶかっていうと、まあ結ばないわけですよ。っていう結論はすでに出てると思うんですけど、アメリカが悪いってこと？いや、アメリカはだってアメリカ人のための国で、アメリカが最大の利益を得るために、トランプ大統領は動いているので、日本の利益のためにアメリカ人が損するのを選ぶっていうのはおかしいって考えるのがアメリカ人とアメリカの大統領です。はい。ベーシックインカムが実現すると、稼いで納税している人がフリーライダーを排除して新たな国家を作って BI なくなります、なくなりません。なぜなら、フリーライダーを排除するというのは日本の憲法を変更しない限りできないから。で、日本の憲法を変更するにはフリーライダーを除かなきゃいけないんですけど、実質的に今、年金をもらってる人と生活保護をもらってる人っていうのを合わせたら50%超えちゃうので、あ、超えねえか。ギリギリ超えはしないと思うけど、まあフリーライダーめちゃくちゃ多いので、まあ通らないでしょうね。じゃあ、来年から日本人ってほぼほぼ高齢者の国になっちゃうので、フリーなんだって、フリーライダー。ベーシックインカムをもらう人っていうのが、まあいっぱい出てきて、で、国民の税金が高くなって、そうすると、一生懸命稼いでる人っていうのは、稼いでない人にどんどんお金を払わなきゃいけなくなっちゃうから、もう稼いでるやつだけで独立して国作った方がいいんじゃねって考えるわけですよ。アメリカでそれやってる街っていうのがあって、基本的に貧乏人はその街に入れませんと。土地が高いからね。で、まあ、お金払えて土地、その土地代払える人は入っていいと。っていう、その金持ちだけの街を作るっていうのをアメリカは結構やるんですよ。なので、他の街だと、例えば貧乏な人に対しての、助成金とか出したりするんですけど、助成金とか一切ありません。なので、金持ちだけが来て、自分の金でやってください。だから、うちの市っていうのは税金も低いですっていう、そういうタイプのことってアメリカの街はやったりするんですよ。ただね、日本はね、なかなかそれできないんじゃないかな。まあ、だから、日本人って、何らかしらを排除するっていう思想ができるのであれば、もうちょっと効率的なことができるはずなんですよね。よくある話で、例えばじゃあさ、足腰の悪いおばあちゃんが橋の向こうに住んでいます。で、その橋っていうのは、もうそのおばあちゃんしか使いません。
でも、その橋がなくなったら、そのおばあちゃんは暮らすことができなくなってしまいます。で、そのおばあちゃんの家っていうのは、おばあちゃんが先祖代々暮らしていて、ずっとその先祖が耕した畑があります。おばあちゃんはその家でずっと暮らしたいと思っています。で、じゃあ、その橋をなくそうとしている政治家がいます。で、そうすると、その政治家は悪いやつというふうに聞こえてしまうのよ。要はその、おばあちゃんを暮らせなくしてしまうと。で、おばあちゃんは先祖代々、その住んでる家で暮らしたい。で、そんなおばあちゃんの生活を奪う権利に、政治家が、そのおばあちゃんの生活を奪う権利があるのかみたいな。おばあちゃんかわいそうじゃんっていうふうになっちゃう。で、合理的に考えるときには、その橋を維持するコストと、おばあちゃんを引っ越しさせるコスト、どっちのがお得なのっていうのを考えた上で結論を出さなきゃいけないんだけど、おばあちゃんがかわいそうだから、その橋を維持しよう。で、その橋の維持に年間1億円とかかったりするのよ。で、年間1億円を毎年毎年払い続けるんだけど、ぶっちゃけおばあちゃんに年間1000万円あげて、なんか高層タワーマンションとかで暮らしてもらって、なんかメイドとかつけて暮らしてもらった方が全然安いのよ。で、おばあちゃんも多分その方が幸せなのよ。っていうのをでもやらないんだよね、日本は。なんかよくわかんないけど、その国の税金っていうものは俺の金じゃないから、ガンガン使えばいいじゃん。かわいそうなおばあちゃん助けた方がいいじゃん。みたいになるの。で、田舎のインフラってこうやって割と維持されてたりするんですよ。ある程度例えとして分かりやすくしたから極論なんだけど、似たような話がいっぱいあって、要はその田舎のインフラっていうのを維持するコストと、そのために何人が助かるのか。で、その何人かっていうのに直接お金払った方が安いんじゃないのっていうのが合理的な考え方じゃん。そう、何でも金で測れると思うな。なので、金はガンガン払えばいいっていう人が日本は多いのよ。だからそのおばあちゃんのために橋に毎年1億円払えばいいじゃん。っていうので、じゃあ国の財政っていうのはさ、財布が決まってるわけですよ。で、その橋を直すための毎年1億円のおかげで、じゃあその若い子は学校に行くためのコストが削減されたりとか、少子化対策のお金が削減されたりとか、っていうので、どんどんその他に必要なものに対してお金が使えなくなる。で、別に僕はそれは日本人が自分たちで選んだ結果なんだから、別にそれでいいんじゃないのと思うんだけど、割とそれって結局、じゃあそのおかげで若い人たちっていうのが育たなくなって、若い人が、じゃあこういうところで暮らしていくのはきついよねって言って、その地域からどんどん離れていって、過疎化が余計に進んだりするわけですよ。例えばさ、1億円あったとしたらさ、若い人向けの補助金出したりとか、じゃあそのベビーシッター代もその市が出しますとか、区役所が出しますとか、じゃあその教育レベルに対してのその教育レベルを上げることで、そこにさ、お金、助成金出しますっていうので、じゃあその大学卒業した人がエンジニアになって年収1000万稼げますみたいな状態になって、じゃあ最終的に税収が増えましたよねって言って、うまく回していくっていう方が長期的にはいいと思うんですよ。でも、それをしないで1億円をひたすら橋の維持にかけるっていうのが、割と日本人が選びがちなものなんですよ。で、まあ、もちろんその1億円っていうのもその土建会社がもらったりするわけですよ。その地域の。で、その土建会社のおっさんとかが、その、一生懸命何かものを作るより、政治家にうまく取り入って、その1億円の橋の維持っていう仕事を取った方がいいよねっていうふうになるので、新しい技術を作ったりとかもしなくなるんですよ。田舎と都会の格差がいろいろひどいのって、それが原因。単純にそれだけではないと思うんですけど、ただ、原因の一つではあると思います。要するに、その、変なところにお金を使ってるところよりも、その都会で自分で稼いで自分で使うという判断をした方がいいよねっていう人が、割と都会に来ちゃうんですよね。だから、例えばさ、その、田舎だと、もうおばあちゃんにお金を使いますって言った瞬間、頭のいい子を育てる学校っていうのが作れなくなっちゃうんですよ。でも、東京とか都会に来ると、頭のいい人向けの学校もあれば、頭の悪い人向けの学校もあって、いろんな選択肢があるんですよ。なので、その選択肢の中から自分だったり自分の子供に向いてるところに入れるっていうのができるんだけど、田舎の場合は一列頭の悪いところしか基本ないので、これちょっと偏見入ってるけどね。飛び級すればよくね。日本には飛び級の概念があるのは千葉大ぐらいでしょ。だからそういうのは割と続いてるんで、どうかなと思ったりするんですけどね。
じゃあ、ベーシックインカムが入ると土建屋さんも考えるじゃん。そうそう。要は、土建屋さんは、橋をじゃあうまく作る技術とか、安く作る技術っていう技術を上げるとかっていうところより、いかに政治家に取り入るかっていう能力を作る方に頑張っちゃうのよ。だって、すごい綺麗な橋を作りますとか、打ちやすく作りますって言っても、発注を決めるのは政治家だね。で、その政治家の人が、たまたま仲のいい人に、だからじゃあお前に頼むなとかっていうので頼んでたら、一生懸命いい橋を作るとか安く橋を作るっていう技術は無意味になっちゃうのよ。そこで要は技術を上げるとかっていう努力をすることが無駄になっちゃうのよ。そういう社会になっちゃうのね。なので、ベーシックインカムとかっていうのがあれば、要は生活がある程度最低限維持されてる社会になるので、別にじゃあ政治家に俺は問い入らんと。俺はひたすらいいものを作るんだっていうので、ひたすらいいものを作ってると、その地域じゃないところから評価されたりする可能性もあるわけですよ。ではアーティスティックな橋を作るみたいな会社をじゃあ自分で立ち上げて、で、そのすげえ変わった形の橋だから面白いじゃんっていうので、他の国から発注が来るみたいなのも可能性が出てくるわけ。で、日本ってさ、経済的にはどんどん落ちてるわけですよ。日本全体の、昔は世界2位の国だったけど、そろそろ世界3位の国になり、で、昔は日本人の国民は1人当たりの収入でいくと、世界でいうとランキング10位ぐらいにいたはずなんだけど、今だと世界で20何位？要は、国全体としては豊かな国なんだけど、1人当たりに幸せなのかっていうと、ルクセンブルクとかスイスとかに住んでる人の方がよっぽどお金持ちで、日本人1人1人っていうと、シンガポールより貧乏っていう。そういう状態に落ちてるんですよ。大して落ちないってだけど、これ別に僕の感想とかじゃなくて事実なんですよ。ずっと国民一人当たり所得でいくと、日本って落ち続けています。落下し続けています。はい。で、そうすると、日本の中で発注を受けるよりも、海外の人にいかに評価されて、そこから金取るかっていうのをうまくやった人の方が儲かる可能性があるわけですよ。なので、ベーシックインカムのような仕組みで生活を維持した上で、海外の人とか、すげえお金持ちとかが、割と喜んで発注するような変わったものとかを作るようにした方が、長期的にはいいんじゃないのっていう話です。はい。